たちメトロコマース支部はこの東京メトロの 100% 子会社メトロコマースに雇用されている労働者、公共地下鉄メトロの駅売店で働いている非正規労働者の販売で作っている労働組合です。同じ仕事をしているにもかかわらず労働条件で大きな格差をつけられています。正社員には支給される退職金は1円たりとも支払われません。会社は契約社員は安くこき使ってすぐ切り捨てられるからそういう形をとっているだけなのです。フルに働いても13万から14万、簡単なことなんです。同じ仕事してるのならなんで同じ賃金が払えないのか。私たちにも家族はあります。息子を一人抱えております。一人の息子を養うのは大変です。会社でいうあと1年の雇用なんです。でも私は65を過ぎても継続雇用ぜひお願いしたいと思います。正規労働者への差別をなくせ、正規労働者への差別をなくせ、使い捨てを許さないぞ。私は、特に町屋売店なんですけど、勤務しております。下町なんですね。でもね、本当一人暮らしのおばあちゃんおじいちゃんが新聞一つタバコ一つ買いに毎日来るんですね。それで、あ、今日は天気がいいね、今日お昼ちゃんと食べたのご飯とか、そんなことをお聞きしながら、本当にまた地下鉄使ってくれる人に、お疲れ様、おはようございます、今日も頑張っていってねって、本当にいい接客をしてます。これはもうものすごい、もう自分でも分かる、お客さんはもうどんどんついてくださるし、ケーキ持ってきてくださったり、すごい人はトイレットペーパーも持ってくるんですよ。本当にね、とても愛されてます。でもね、名札が正社員か契約社員 B か A か、そんな区別もないんですよ。誰が正社員で誰が区別がつきません。仕事も一緒ですから、もう我慢できない、本当に限界ないです。